じゃあ早速これやってみましょうか。一番僕がやりたかったゲームというか好きなゲームというか一番嬉しいゲームです。これはね、これ一番嬉しいですね。これまあ、前もね、実況プレイやってんですけど、まあ、今回は公式で手に入れたということですから、これね、中華ゲーム機にね、ほとんどメガドライブのタイトルって入ってるんですけどもね、やっぱ今回ね、このメガドライブミニ2でね、公式で手に入れられたっていうのは嬉しいですよね。やっぱり、そこはね。公式で手に入れた気分に なんでね、ズンタタ。それ、ズンタタなんですよね。前もやりましたけど、すごいな。93年。これ、ズンタタってこれ音楽は聴けるってことかい。It has been decided.まあいいや。台東サウンドチームね。はい。じゃあやりましょう。これアーケードにかなり近い出来ですもんね。また PC エンジン版とは違うんですよ。そうそう、これ。これね。そうそう。ブロンドのポニーテールなんですよね。女性、一応ロボットですけど、女性キャラっていう扱いになってまして。ただ顔を打たれるとポニーテールが飛んでいっちゃうんで、なくなっちゃうんでね。いや、これはね、まあ、自分のものになったっていうことになるから嬉しいですよね。中華ゲーム機でやったときは、まあね、エミュレーターでやってるから、まあ、偽物的な感じがするんで、これだと公式ですからね。まあ、メガドライブのタイトルは全部ね、中華ゲーム機に入ってるから、ほとんどできるのはできるんですけどね、やっぱりね、こういうミニシリーズによって、公式で手に入れた気分になるんで、そういう意味では嬉しいです、本当に。ちゃんと自分のものになったっていう感じになりますからね。で、長持ちすると思いますから、ミニシリーズだったら。やっぱ買う価値はありますね。これは多分ね、もう売り切れまくってますよね。これ僕は6月ぐらいにね、予約して、メガドライブミニ2はね、予約してたんで、たまたまその時早めにね、予約してたから買えたんですけど、今ね、アマゾンでね、やっても定価より高くなってますからね。非常にだから今はね手に入りにくいんじゃないかと思います。しばらくはね。はい、ちょっとなんか途中で動画が切れてたようで、僕全然気づかずにプレイしてました。どこまで動画撮ってたのかちょっとどこで切れたのか全然分からなかったですね。あと一応、忍者ウォリアーズね、やってるとこで、今2面ですね。どこで切れたのかな、動画。全然分からん。これ2面なんですよね。もしかしたらこれ、忍者ウォリアーズ最初の方取れてないんじゃないかい。どこで動画切れてたんよ。全くわからん。もしかしたら、ラインナップ紹介の、ね、もう途中までになってるかもしれないな。喋りすぎてね。あ、いつの間にか、あ、そうか。音が ならなくなってるな。あ、そうか。演奏し直したって感じやな。めっちゃ難しいね、2面。2面で急に難易度上がるからね。あ、もうゲームオーバー。
懐かしいな。ズンタタ。コンテンツ全部なくなりましたね。これ、何やろうな。我々革命軍の作戦決行まであと7日となった。数々の作戦はあらゆる角度から検討され、次の3つに絞られたわけだが、まずは政府中央司令部のマザーコンピューターをウイルスを使って破壊するというプランだが、奴らのマザーコンピューターのプロテクトは固く、ハッキングは容易ではない。次はケニー元少佐がプランニングした S 連邦との共同作戦。これは仮に革命が成功したとしても我が国、あ、読めなかった。十分考えられる。最後は C ・マルクのプロジェクト。何のことだか全然わからん。大統領バングラーの暗殺計画。この作戦が現時点では最も有効であると思われるが、あれはあまりにも危険すぎる人形だ。いずれにせよこの3つのうちどれか選ばれるか長老会議で決定される。その結果ウーウェンに伝えられているはずだ。そこで OGR 彼と接触し、結果を我々に伝えてほしい。7日以内にな。プロローグ。これはリーオンを求め旧市街、あ、読めなかった。皆さんの方でちょっと読んでもらっていいですかね、これでね、ちょっと早いから文字のあれが。ストーリーデモが流れるって感じですね。もうなんか字幕になってて、ね、外国語で喋ってるって感じで、映画見てるみたいな感じになってますね。これどういうこと？これ結構長いね。このゲームのストーリーデモが全部見れるってことかい？もしかして。あ、そうそう、これ一面の曲ですよね。
はい、ちょっと長いんで、お願いします。途中で途切れます。はい。今度男でやってみようかなと思います。男のキャラで。これね、イージーにしてみようか。ちょっと難易度下げてみようか。はい。忍者にするね。はい。こっちにしましょう。どう違うか。BGM、オリジナルとアレンジできんの？あ、じゃあアレンジでやってみましょうか。はい。今度男でやります。はい。さっきもしかしたら女性の方のこの位置のプレイ取れてないかもしれないですね。もしかしたらね、一面の部分はね。さっきの流れた曲が今度流れるってことですね。いつの間にか今ね、動画切れてたから、どこまで撮れてたのか全く分かんないですけどね。これ PC エンジンミニの方ってこの忍者ウォーリアーズは入ってなかったんですもんね、確かね。こっちの方の入メガ CD の方で入ってた。はい、こちらの方にメガドライブミニの方はメガ CD の方で入ってたということで。いやね、PC エンジンミニの方のね、忍者ウォーリアーズはあっちの方にも入れてほしかったですけどね。結構僕個人的には名作だと思うんでね。あっちの方には入らなかったんですよ。こっちの方で入ったと。間違いなくこれはね、マリリン・モンローですもんね。これね、有名ですよね。これ、忍びの方にもなかったっけ、マリリン・モンローの絵。忍びにもなかったかなと思うんですけど、あったような気がするんですけど。これも忍びですけどね。忍びというか、忍者ゲームですけど。こっちが対等で、あ、忍びの方はセガですけど。どっちもマリリン・モンローあったと思いますけど。どう優しくなってるのかちょっといまいちわからないですけどね。一面はまあ、二面になったらどれだけ優しくなってるかっていう感じですね。おお、地雷や。もう完全にスパルタン X ですよね、ゲーム性は。忍者版スパルタン X です。これボスで使った方がいいかな、手裏剣は。でも39発しか撃てないもんね。さっきボスで死んだんですよね。その部分取れてるか分かんないですけどね。これボスですね。なくなった。早っ、倒した。はい、さっきはね死んじゃったんですけど、今回死なずに倒せましたね。女性だったんですかね、一面のボスも。これさっきのなんか中ボスみたいな、ボスみたいな、戦車みたいなやつは手裏剣で中にいる人間倒した方がいいってことなんかな。おお、あ、腕がなくなった。しゃがみ打ちしてくるんや。
これ出てくるんですよね。これ PC エンジン版には出てこないですからね、この中ボス。当たんないやん。切って倒さなあかんのか、じゃあ。これで。当たらんやん。隠れてまうし。どうしたらいいんやろ。うわ、むずい。どうやって倒すのこれ。今初めてコンティニュー使いましたね。どこを当てるんやろこれ、攻撃。ああ、死んだ。一気に減ったね。どこを当てんのこれ。ああ、これでいいのか。当たってたんや。さっきはね、倒すことができなかった。どっか行ってしまったんですけど、今回倒せましたね。時間が経つとどっか行くみたいですけどね。さっきはそれで倒せなかったんです。ジャンプキックしてくるやつ、ちょっと手強いですね。こいつ2発や。2面から急に難易度上がるね、このゲーム。まあ、さっきよりはね、いいと思いますよ。さっき、あれでもコンティニューが、最初やった時よりはコンティニュー回数まだ残ってるんで。うわ、あ、こいつ強いな。はい。これボスですね。ボス違うか、中ボスか。長いね、2名。まあ、優しいだからこんだけ進めてるんだと思いますけど、それでも難しいですね。ああ、こいつも結構強いからな。手裏剣はなんかボスで使った方がいいような気がするな。もったいない気がするね、雑魚で使うのはね。こんな進んだの初めてじゃないですかね。まあ、イージーモードだからでしょうけど。これ確か忍者ウォリアーズゲームセンター CX でもやってたような気がするな。おお。また出てきた。あ、ガチって音がしたら当たってるんですね。2回出てくるの、この中ボス。中ボスって、今度はボスなんかな。ボスかもしれない。あ、死んだ。やられ方悲しいな。あら？あ、そうか、もうこれで終わりか。あ、2面クリアできなかったですね、結局。これこっちのね、裏のパッケージ見せてなかったかもしれないですね。こんな感じです。はい。
こんな感じですね。はい。音楽好きですね。ちょっと一応もう一回くの一で一面だけやってみましょう。ちょっと取れてないかもしれないんで、最初の時にね、あれだったから、もう一回やります。はい、今度くの一ですね。一面、もしかしたら取れてないかもしれないですね。一応もう一回やってみましょう。このデジカメね、途中でね、切れてもわかんないんですよね。ピットが音しないから、切れても。前のタブレット切れた時音が鳴るから分かりやすかったんですけど、音がしないんですよ。この頭だけは音れないようにしないと、ね、ポニーテールがなくなっちゃうんで。綺麗なブロンドのポニーテールですからね。こいつ強いんだな。手裏剣はボスのために取っといた方がいいですね、これね。基本的に一面はしゃがみでいけばクリアできるって感じなんで、しゃがみで攻撃してればね、大丈夫ですよね。これスーパーファミコン版が超レアなんですよね。持ってますけどね。まああれは、まあ2作目みたいなもんですね。忍者ウォリアーズアゲインですからね。マリリン・モンロー。これはいいですね。もう今日はこれしかやってないですよ、まだ。このなんていうのかな、わざわざなんかこう歩いて倒さないかんっていうのが、スパルタン X でいうナイフ男に近い感じですよね、この。銃で撃ってくるやつね。そう、ここだけなんか妙に和風になるんですよね。青いやつは2発なんですね。よし、ボスですね。これも女性なんですね。しゃがみで行くか。敵の体力表示されないからな。あ、これで倒したかな。あ、まだや、まだや。よし、倒した。
はい。よし。2回目、3回目の1面で、2面じゃ2面か、1面クリアで2面ですね。イージーとノーマルの違いが正直いまいち分かんないとこありますね、これね。体力の減り方とかは違うのかな。3発ぐらい当たりましたね、今。あ、そうか、なくなったのか。ああ、あっちがなくなった。これ難しいな。出てこないもんな、ここにいたらが。遠くに行かないと出てこないんです。あ、やられた。死んだらこれ、あれでしょ、手裏剣復活でしょ。その時に使うしかないな、これ。よし、倒した。これでゲームがなったら、今日はね、終わりにしようかなと思います。時間的にもちょっともう夜遅くなってきたんで。いや、久々ですよ、この地下倉庫でこんな遅い時間にゲームやるなんて。いつ以来かなと覚えてないぐらい、多分2年ぶりぐらいかもしれないです。あ、でも今年のあれかな、レトロペディアジャンボリメイクの時にやったっけな、ちょっと忘れたけど。ああ、でもちょっとなんかセクシーですね、この機械の体。胸が出てるところが。セクシーですよね。男性バージョンはこれ胸出てないですからね。この金色の胸とかおっぱいが出てるところはちょっとセクシーというか。ああ、死んだ。はい。コンテニアこれ9回じゃないな。3回ぐらいかな、多分。なんで俺9回だと思ったんやろ、さっき。コンテニアのカウントが9になってたから、それと勘違いしたんですよね。コンテニア9回だと思い込んだんですよね。3回ぐらいでしょ、多分これ。またセクシーな機械状態になりましたね。これ頭やられた時ちょっと、ああ、でもそうか、死んでまうのか。頭取れた時のちょっと見てみようと思ったんですけどね。頭はなんか鉄仮面みたいな状態になるんですよね、頭くらいダメージ受けたら。これアーケード版とか PC エンジン版だったら頭ダメージ受けたら一発で鉄仮面になるんですけど、これならないですね。今度は手と足が機械になっちゃって。ポニーテールは維持されるんですね、こっちは。PC エンジン版とアーケード版だったら一発で鉄仮面になっちゃうんですけど、また頭ダメージ食らったら。これは大丈夫みたいですね。ああ、死んだ。もうゲームオーバーかな、これで。ああ、ゲームオーバーですね。はい。
じゃあ今日これで終わりにしましょうかね。はい。これ脱出するの？これ、多分あれですよね。もちろんクイックセーブはもちろんできるんでしょうけどね。はい。セレクトボタン。これゲームやめるときでどうするんだろう。リセットボタンかな。セット。あ、リセットやね。あ、これでセーブできるんですね。うん。これは同じですよね。はい。